皆さん、こんにちは。レックス専任講師のかまたです。本日はですね、初めて学ぶ行政書士ということで、本日ご参加されている方、ご視聴されている方は、多くの方が行政書士試験受けてみようかなと、だけど行政書士試験って一体どんな試験なんだろうか。そもそも行政書士って何か書士って書いてあるのでですね、何か文章を書くんだろうなっていうのをイメージできるけど、じゃあ実際具体的にどのような仕事があるんだろうかという点にですね、 疑問を持たれていいる方が多いかと思うんですねですから本日は「初めて学ぶ行政書士」ということで主に2つ行政書士試験ってどんな試験なんでしょうかともう1つが行政書士ってどんな仕事をするんですかというところを一緒にですね本日はパンフレットを使いながらですねこちらあのパンフレットを使っていきますのでお持ちの方はパンフレットをお手元にご準備いただけますでしょうか。お持持ちででなないい方はですね、えー、まあ持ってないものは 準備しろっていうのは無理な話ですから画面の方でも示していきますからそちらを見ていただきながらお聞きいただければと思いますでは早速内容の方まず1点目ですね行政書士試験って一体どんな試験なんですかというところを見ていきたいと思いますパンフレットのページで言うと 14ページ、15ページをがですね、行政書士試験案内になってますので、行政書士試験案内、14ページ、15ページ、開いていただけますでしょうか。まず、行政書士試験というのは、大きな流れとしては、よいしょ、夏頃にですね、出願を行います。 そして夏頃出願しましたら、11月頃に皆さんは試験本番戦に臨むわけですね。で、11月頃に試験本番戦で戦った結果はいつ出るか。年明け1月下旬に出題があると。大きな流れとしては夏に出願しまして、11月に試験受けて戦って、年明けに結果が発表されてきますよと。 これれが行政書士試験の大きな流れですねじゃあ具体的に細かいところどうなってるんでしょうか出願関係が夏頃ですけれども受験資格っていうのはですね行政書士試験これないんですね誰でも受験することができますただ誰でも受験することができるんですがこれ誰でも受験できるがゆえにですね後で見ますがおっ ちちょっと通り過ぎちゃいましたね一般知識等ということで教養的なところが聞かれてくると法令科目だけじゃないんだっていうところは少しご注意いただければとそしてじゃあいくら払えばあ受けることができるんだと受験手数料は1万400円になっています従前は7,000円だったんですがあ今年からですね1万400円になっちゃったんですね コロナの影響なので、行政書士、試験の運営の方もちょっと大変なんでしょうね、3400円アップしていると、3400円アップしちゃいましたけれども、ぜひですね、皆さん、一発で合格してしまえば、大した出費ではないですから、一発で合格してくださいねと、こういう形で、夏頃に出願を行いまして、本番の試験が11月上旬、11月に試験に臨むと。 具体的にはどのような試験内容になっているんでしょうか試験科目のところを見てください試験科目としては主に5つ憲法行政法民法商法もう1つ会社法っていうのがあるんですけど商法会社法ですねさらに基礎法学と主に大きく分けると5つの法令科目が聞かれてきますと憲法っていうのは皆さん どんな法律かかご存知ですかねよく国会とかでも憲法憲法という話聞いたり民法民法っていう話聞いたりするかもしれませんけれども憲法っていうのは国家権力国家権力から皆さんの人権権利というものを守りましょうという法律ですねもう一つ行政法っていうのはじゃあ何なんですかっていうと行政機関と皆さんとの関連性を規律した法律このように法令科目の中でまず 憲法と行政法という縦の関係性、国家権力と皆さんとの関係を規律する法律が取材されてくると、もう一つ、縦の関係性だけではなくて、横の関係性ですね、権力との関係ではなくて、皆さん、私人 私人ととのの関係を規律律するる法律というものも聞かれてくるそれが民法商法会社法と呼ばれるものですね民法っていうのは一般の皆さんコンビニなどで商品を買ったりですねペットボトルジュース買ったりですねそういったような売買行為であったり一般的な私人間の取引関係を規律するものですねもう一つ商法会社法というのはビジネスをする人であったり会社に関連する規律ですねいずれにせよ行政書士試験は はこのように縦の関係性を規律する憲法行政法の知識が聞かれますよとまた横の関係性を規律する民法商法会社法というものが聞かれてくるプラスアルファですね基礎法学とあるように法律の用語であったり法律の歴史というところを皆さん知っていますかということが聞かれてきますと。 行政試試験の試験ののの科目のメインとなるものは法令令等と法法科目法律家になるわけですからね法律が聞かれてくる法律の中では5種類憲法行政法民法処方会社法基礎法学と言われるものが聞かれますよとプラスアルファ誰でも受けることができますので一般知識等ということで教養的なところ皆さん知っていますかと。 政治、経済、社会、情報通信、個人情報保護、文章理解と、高校であったり、大学であったりで学ぶですね、公民であったり、そういったようなものと同じようなことが聞かれるのが、政治、経済、社会に関連するお話ですね。さらに 情報通信、最近デジタル化も叫ばれていますので、情報通信といったところが聞かれてくる。皆さんが行政書士になったら、お客さんの個人に関する情報を取り扱ったりしますから、個人情報保護についても聞かれていきますよと。さらに、文章理解と。皆さん、文章を作るわけですから、国語の問題ですね、文章読解問題に対応できますかというのが聞かれてきます。 このように行政書士試験は試験科目としては大きく分けると法令関係と一般知識関係法令科目としては5種類ですね5種類の法令というものが聞かれてきますとではどのような形で試験が問われてくるのかと出題されてくるのかという点ですがまず 大きく分けると、出題形式は3パターンに分けられます。五詞択一式、多し選択式、記述式と。五詞選択式っていうのは5個の足の中から基本的には正しいものを1個選んでくださいねと5個の中から1個選ぶので、えー、五詞択一式ですね。さらに多し選択式っていうのは、こちらにあるようにですね、文章がバーって書いてあって、今蛍光弁で塗ってるようなところが穴埋めになってるんですね。で、穴埋めになってるところに、下の方に選択肢が あってえ20個ぐらいあるんですけど選択肢があってその中から穴に入るものを選んでくださいいっぱい選択肢がある中から穴に入るものを選びますので足し選択式という形になって いる最後にもう一つが記述式ということで本文問題文が書かれていてこの問題について皆さんはどのように考えますか40字程度で記載してくださいという問題ですね出題形式としては3パターンですとご支度逸式対戦選択式記述式になっているとただですね注意いただきたいのはこれ全ての 科目について3パターンで聞かれてくるんですかというとそうではなくてですね多し選択式と記述式については憲法行政法行政法民法だけで聞かれてきます特に皆さんに分かっていてほしいですよというふうに考えられるところが多し選択式であったり自分の言葉で書いてくださいという記述式で出題がされてくるというものですね このように、本試験は法令科目、一般知識等があって、3パターンの形で出題がされてくると。じゃあ、本番の科目と出題形式は分かりましたよ。どうやったら合格するんですかっていうところ。ここ皆さん一番気になるところですよね。合格基準については、ちょっと複雑になって ています法令科目等の得点が満点の50%以上を、なおかつ、ですね一般知識等の科目が満点の40%以上、さらに全体の得点が満点の60%以上とお、なんだよこれっていう話ですよね、もう少しイメージ湧きやすいように、ですねパンフレットの方の左下、見ていただけますでしょうか、合格基準という形で。 法令に関するところ244点分あるんですがそこの50%以上なおかつ一般知識56点満点ですけれどもその中で40%以上要は24点以上ですねトータルすると300点満点になるわけですけどこの中の180点以上が合格できないといけないですと。 これが行政書士試験の合格基準になっている。他の資格試験と大きく違うところは、絶対評価なんですね。基本的には180点を超えれば合格しますよという試験。これが行政書士試験になっています。ただですね、まだ あんまりイメージ湧いてない方多いんじゃないでしょうかね、えー、法令科目の50%以上一般実施の40%以上全体の6割以上うーん、うん、というふうに思われる方いらっしゃいますよね戦をちょっとイメージしてみてください戦ですね行政書士試験は先ほど試験科目のところで見ましたように 試験科護のところで見ましたように、行政法、民法、憲法、商法、会社法、一般知識、基礎法学というものが聞かれてくるんですね。特典としては行政法が112点、民法が76点、憲法が28点、商法、会社法が20点、一般知識が56点、基礎法学が8点あるんですが、要は、戦、行政書士試験という戦場に皆さんは出向いて、その戦場はどのような状況になっているかっていうと、本丸行政法があってですね、その他に民法、 憲法の,矢ぐら,憲法の矢ぐら、商法・会社法の矢ぐら、一般知識の矢ぐら、門番として基礎法学に関連する人たちが立っていると、このような戦場になっているのが行政書士試験。で、トーサルすると、これ300点満点になりますよと。そして、皆さんのミッションとしてはですね、ミッション、要は合格するためですよね。ミッション。 としてはこの300点満点のうちから6割以上を得点してください要は180点以上を取ってくださいさらに一般知識の中からですね24点分要は戦場において24人の人質を救出してくださいとこれがミッションになっす。 で来ると行政書士試験という戦場で、えー、勝ち残るためには合格するためには300点満点あります敵陣において6割以上を殲滅してその上で24人24点の得点を人質を確保してくださいこれが行政書士試験になってきますよろしいでしょうか行政書士試験というものはですね 今言ったように、トータルとすると300点満点、その中の6割以上、なおかつ一般知識のところで24点を確保してくださいねという試験になります。以上、まとめますと、行政書士試験、大きな流れとしましては、 夏ごろ出願しまして11月に試験を受けて1月下旬に結果発表されてくるよとトータル300点満点でそのうちの180点以上なおかつ一般知識で24点を最低限確保してくださいねという試験になりますではですね行政書士試験の内容はなんとなく皆さんお分かりいただけたと思いますが この行政書士試験を受かったら、戦場勝ち残ったらどういうことができるんですかという点ですね。本日お話ししたかった2つ目のポイント。行政書士になったらどのような仕事できるんでしょうかというところを見ていきたいと思います。 ページとしては10ページ、11ページのところを見ていただけますでしょうか。行政書士になるとですね、主に2つのことが仕事としては出てくると。観光所に提出する許認可等の書類の作成、えー、並びに提出手続きの代理ですね。要は、行政機関に対する手続きを代行すると。許認可関連業務と言われるところですね。もう一つが 役所との関係ではなくて、私人間の関係性においてですね、契約書を作ったり何なりということを行うと。行政書士の主な仕事としては、許認可関連、行政、役所に対して書面を出します。または、一般私人の関係で契約書であったりを作りますと。 基本的な業務としては、書面作成業務が中心になってくるんですが、行政書士と書いてあるようにですね、書面作成業務が中心になってくるんだけども、ただ、紙作ってるだけが仕事なのか、と、紙作るだけだとね、ずっと机に向かっててつまんなそうだな、っていうふうに思う方が多いと思いますが、紙作るだけじゃないんですね。それに関連する相談業務というところも、行政書士は取り扱うことができますよと。最近だとですね、デジタル化が進んじゃってる 申請書類もですね、電子申請というものが多くなってきていますので、えー、なかなか紙を作るというところだけでは、行政書士、食っていくことが難しいという人も増えてきて,てですね、最近ではコンサル業務ですね、相談業務のところを中心で扱う先生も多いですね。ただ、特徴的なのが、なんか紙作ったり相談受けるだけでしょうということで、そんなにあんまり皆さん、 興味そそられませんよね。だけど、一番行政書士という資格を取ることによるメリットは、できる仕事がですね、これ、一万種類以上あるんですね。 絶対皆さんやりりたいことを見つかります例えば行政書士の先生の中でもですねオタク活動が好きな人はオタクの人たちをサポートするようなオタクの人たちが活動するためには何か集会開くとかなったら会場を抑える必要性ありますよねと道路の上で何かコスプレなどをしたですね活動を行いたいんであれば道路を使う許可が必要になってくる道路専用許可が必要になってくるとかいう形で自分の趣味も仕事にしやすい。一番 種類以上、お仕事はありますから、絶対に自分がやりたい趣味に関連するお仕事も出てくるわけですねまた許認可関連業務の中にはですね。 具体的なところは、まあ、メイン的なところが、次のページに書かれていますが、飲食店営業許可などがあるんですね、飲食店を出したかったら、保健所に許可申請を提出したりという形で、これも勝手にお店出すことできないと、飲食店出すんであれば、保健所への許可を申請しなければいけませんよと、で飲食店を皆さんが手続き代理して、ですねお客さんの要望に応えて出しますよね。 認可手続きしますよねそうしたらですね、えー、お店、飲食店のお店の人からですね、 新しい商品、試作品ができたので、先生ちょっと味見してくださいとかですね、そういった形で、お仕事の関連でお店を出したら、そのお店の人たちとのコミュニケーションというものも非常に活発にできると。これが行政書士の仕事のおもろ面白さでもあるわけですね。その他にもいっぱいありますね、許認可としては、建物を建てるんであれば、建設業許可というものが必要 必要ですしさらに、外国人の人が日本にとどまるという話になったら、今後、コロナがですね開けて、ですね自由に外国人の人が出られる、日本に来れるという話になったら、外国人の人、無条件に日本に入れるというわけではない、とどまるためには在留許可というものが必要ですから、それに関連する手続きを取り扱ったりですね。さらに 夜のお店関連であったりギャンブル関連ですね社交飲食店要はキャバクラであったりパチンコ店などを出すにも許可が必要になってくる風俗営業許可というものを取らなければいけないであったり車を買う場合にはその買った車をですね置いとく場所を確保しておかなければいけませんから車庫証明などが警察署にですね申請によって取得することが必要になって できますと行政書士というお仕事はまず一つですね書面作成が中心にはなってきますがただ できるお仕事は1万種類以上ですね絶対に皆さんの趣味興味のある分野における行政手続き絶対ありますまたあんまり興味ない分野であってもですねお店を出しましたとかいう話になった時には出したお店からですねサンプルの試食してくださいであったり結構活発にコミュニケーション楽しい 見ながら皆さん自身もですね楽しみながら行政書士というお仕事をすることができるというところが特徴になります。 またですね、行政関連だけではなくて、私人間の関係性においても、民事企業法務ということで、遺言書を作ったり、相続関連業務ということで、遺産分割協議書をですね、相続人の人たちで具体的にどのような形で亡くなった人の財産を分けますかっていう書面であったり、契約書を作ったり、チェックをしたり、さらにはあ、商品を買いましたと、だけれども納得いきませんというような場合に、クーリングオフと。 契約を解約したいという時に内容証明を送ったりですね、一般市人、一般の市民の方たちのサポートというものをしていくというところも、お仕事としてはありますと。 またですね、これ、1万種類以上行政書士お仕事としては範囲がありますので、全てできるっていう先生はそんなにいないんですね。各先生が自分の得意な分野、興味のある分野っていうものを作るっていうのが一般的で、出入国、管理業務、外国人関連のところを中心に扱ったり、クーリングオフ関連、消費者関連のところを中心に当たった 扱っったりででですすすねね最近ではデデジジタタルル化が推進されてますからら行政といいう分野を中心にやるる先生もいらっしゃるわけです、ね、私も普段は実務家ということで仕事していますけれども、ロースクールを出ていたりしましたので、契約書を作ったり、そういったところに興味があったと。なので、最近では企業関連の業務ですね、企業を相手とするお仕事を中心にやらせていただいていると。企業を相手にするとですね、 当然のことながら企業が作ってる製品と接することもあったりするわけですね私なんかはケーブルであったりロボットと接することもあこういうロボットができたのかとかいう話でですね仕事しながらもですね新しい発見であったり、えー、興奮をする機会であったりですねそういったところも行政書士の仕事をしているとですね感じることができますよと。 このように行政書士のお仕事としてはどのようなものがあるんでしょうか大きく分けると書面書面に関連する相談なんですけどただ単なる紙作り相談業務っていうだけではなくて自分の興味があるお仕事をサポートしたりですねまたはお仕事との関連で人とのつながりができたりということで非常にですねやりがいのある仕事ですからぜひですね皆さん本日せっかく行政書士に になってみようかなということでご参加いただいているわけですからぜひ行政書士になっていただいて行政書士を一緒に盛り上げていただければなというふうに思いますただですね行政書士面白そうだなって感じていただければ非常に嬉しいんですがただですよ面白そうだなって言ったってさっき言ったように300点満点中ですね180点以上とんだけは合格できないんですね じゃあ合格者の人っていうのは一体どれくらいいるんですかっていうのがよし合格者の推移のところを見てください毎年例年ですね4万人から5万人の方4万人から5万人の方が受講されて、えー、受験されてきますがそのうち合格者は大体10%前後ですね 4万人受ければ4000人ぐらい、5万人受ければ5000人ぐらいというところが行政書士試験の合格率になっています。結構厳しいですよね。100人受けたらそのうちの10%ですから10人ですね、が受かってくると。なかなか厳しい試験になっていくる。100人受けて10人ですからね、なかなか厳しいですよと。ただ これはあくまで一般合格率であってですね、一般的には10%になってきますと。もちろん、予備校などを使う方はですね、この一般的な合格率もよりも高い合格率を出してくるわけですよね。 ただ注意いただきたいのは、4万から5万だとしますよね、4万から5万だとしますよね、でそのうち10%が合格してくるわけですから、4000人から5000人ぐらいが毎年合格するっていう話ですよね、これが合格者ですと。で、このうち予備校って世の中にどれくらいあると思いますか、皆さん。 レックだけじゃないんですねレックだけじゃなくて、10個以上予備校さんありますから、各予備校さんが1000人以上をですね、受講生を抱えています、受講している人がいますってなったら、その予備校さん10個以上ありますから、例えば1万人、まあ、1万人ぐらいが予備校さんを使っていますと、1、10、100、1000万。とかいう話になってきたら、予備校さんの合格率が、 20%だとしましょうかと自分の予備校で受講している方の合格率が一般合格率よりも高くて20%だとしますってなったら1万人の人が予備校を利用していてそのうちの20%が受かるってなったらこれ2000人受かっちゃうわけですよね予備校を使っている人たちでもうすでに合格者の枠の半分 まあ20%以上の予備校さんもあるわけですから、あ半分以上が何らかの対応をしているという生徒さんになってくると。そうなってくると、どれだけですね、独学で合格するというものが難しいかっていうところは、 把握いただけるんじゃないいいたただだけけるるんんじじじゃゃななかかとと感て行政書士っていうのは非常に自由度のある夢のあるやりがいのあるお仕事ですけれどもただその仕事を手に入れるためにはこの10%一般合格率10%の壁を超えなければいけない10%の中でもですね予備校さんを使っている人たちが大多数を占めてきてしまうとそうなってくると独学では厳しいという話ですから独学は厳しいという話ですから。 独学っていうのは場合によってはですね独学独学と呼ばれることもあってですね要は何でこういう風に独学が独学って呼ばれてくるのかっていうと。 法律っていうのは外国語のようなもので、なかなかですね、自分で勉強するっていうのは非効率になっちゃう。時間ばっかりかかっちゃってっていう話になってくるので、独学は独学って言われるゆえんでもありますので、えせっかく本日ですね、ガイダンスにご参加、ご視聴いただきましてですね、えー こういった行政処置を受けてみようという機会に触れているわけですからぜひ予備校というところを使うっていうところもですね最後に。 認識してておいていただければな,となおですねレックの方では結構一般的な予備校さんよりも合格率高くなってますのでまた業界大手というところもありますので安心して受けていただけるかなというふうに思いますしサポート体制としてもですねページで言うと6ページ7ページのところレック申し込んでいただけるとよいしょ。 契約をしたですね、校舎だけではなくて、もちろん授業を受けてたりすれば、先生との相性悪かったりですね、この先生ちょっと勉強しにくいなとかもあるわけですからあ、レックはそういったところにも対応しましょうと。 契約を申し込んだところ以外の校舎にも自由に行くことができますよと。都内であれば、渋谷、新宿、池袋という3校ありますから、新宿の先生、池袋の先生、渋谷の先生がちょっとっていう話であれば、距離的にもそんな遠くないですから、他の校舎に自由に行くことができますよと。 また、もう一つ特徴的なのが、お仕事などあって授業出れないよっていうことになったら、講義聞けないんですかっていうと、そうではなくてですね、授業生で参加できなかったっていう時には、ウェブの方でえ授業を聞くこともできますので、そういったサポート体制もレックの方では取られていますので、ぜひですね、レックをご検討いただければなというふうに思います。最後になりましたけれどもですね、 皆さんせっかく本日ガイダンスを聞きに来ていただけているわけですから行政書士試験どんな試験か把握できましたかね行政書士試験は法令と一般知識意義が聞かれてくる教養が聞かれてくるその中で300点満点180点以上なおかつ教養的なところで24点以上を取れば受かるんだとこれが行政書士試験になっていてそれを乗り越えればですね非常に自由度のある皆さんが好きなお仕事を手に 入れることができる資格ですから、ああぜひ一緒に頑張っていければなというふうに思います。本日は短い時間ではありましたけれどもご参加いただきましてありがとうございます。ぜひですね皆さんとお会いできる機会を私自身またレックの講師自身ですねあの望んでおりますのでご検討いただければと思います。ご清聴ありがとうございました。